新橋演舞場は東京都中央区銀座6丁目にある劇場である。会場以来、春と秋に新橋芸妓による東踊りを公演している。4月下旬もしくは5月下旬に開催される春の東踊りは東京の春の風物詩として今日でも人気がある。1940年には帝国劇場の賃貸借契約が終了し、 使用権を失った小竹が代替劇場として使用開始。以後は小竹の使用劇場として、歌舞伎、新パ小竹新喜劇、新国劇、全新座公演、歌手による芝居公演などを上演している。2010年5月から2013年3月までは改築のため休場した歌舞伎座に代わり、大歌舞伎工業の常設小屋となった。小田和馬。 新橋演舞場1925年、新橋演舞場の矢倉雪月下。上部の雪は、その下に黒いガツ、かつその下に山桜をあしらったもの。松竹の工業宣伝等では、松竹マークが代用される。大体の大歌舞伎常設小屋となった約3年間、正面玄関の上には矢倉が挙げられていた。この櫓を囲う布には、正面に縄文の、 雪月下が、側面には、小引き長期表言尽くし新橋演舞場の文言が、それぞれ染め抜かれている。旧新橋演舞場。ありがとうございます。